牛山高弘は元スピードスケート長距離選手で、現在は、競輪選手。日本競輪選手会茨城支部所属。長野県諏訪郡、原村出身。長野県、諏訪清良高等学校を経て明治大学卒業。m a 部所属。身長1 7 1センチメートル体重 80kg。オリンピック初出場となる。 鳥の大会では1000メートルで1分11秒21で28位、1500メートルで1分50秒59で35位、5000メートルで6分51秒53で27位、団体追い抜きで8位に終わった。日本のスピードスケート長距離選手の現在の練習環境は短距離選手と比べて世界との差があまりにも大きいこともあって、 企業などからの支援がない状況で、牛山も一人で練習している状態だった。このような練習環境ではたとえ練習しても世界に通用する選手にはなれないと感じ、2005から6年シーズンを最後に現役を引退した。過去に日本のスピードスケート長距離選手の練習環境の悪さを改善したいですとコメントしており、指導者となる予定とされていたが、 トリノオリンピック閉幕直後の3月15日に、競輪の選手を養成する日本競輪学校に特別選抜試験の願書を提出していたことが判明し、3月24日には合格が発表された。2007年4月に日本競輪学校第92期生として卒業。当初は出身地の長野登録であったが、牛山と同じくスピードスケートより、 競輪に転校した、武田豊樹が競輪での師匠として、練習の指導等をすることになったため、登録地を茨城に移動してデビューすることになった。同年7月14日、八彦競輪場でのファイ開催で、競輪選手デビュー。同月27日に行われた松戸競輪場での、レースで同期として一番乗りの優勝を果たした。同年12月6日に、豊橋競輪場で開催された、 レインボーカップファイナル準決勝第9レースにおいて勝利。同開催の決勝進出を決め S 級昇進を果たした。同期としては最初の S 級昇進者となった。2013年3月24日、立川競輪場で行われた第66回日本選手権競輪において初の G1 決勝を進出。ありがとうございます。